Es rappelt im Karton. De. Es rappelt im Karton. De. Es rappelt im Karton. De. Annyeonghaseyo, Tomoyimnida. 今回なんですけども、そうだな、ホテルとかお家に呼ぶ、女の子を家に呼ぶ、お金のかかるお話をしていこうかなと思います。で、最後までやる方法までもできるだけ教えていこうと思うんですけど、大体まず僕も前の仕事とかでそういうのを利用することがあったんですよね。仕事付き合いとかでその話するために呼んだりとかもしてたんですけど、その時に最後までやるのがやっぱせっかく払ってるんで、料金を払って女の子を呼んでるんで、すいません今回なんですけど、さすがにちょっと話が話なのでちょっとごまかしながら言ってきます。で、そういうお話もあって、それで僕は大体最後までできちゃうんですよ。まあ顔がかっこいいからっていうのもあるかもしれなくもないんですけど、まあそんなことはないんですけど、で、そうだな、まず話を盛り上げないと女の子も多分楽しんでもらえないと思うんですよ。なのでまず女の子を楽しませるためにどう話するかと考えた時に、女の子って結構喋るのが好きな方多いんですよ。なので話を振る、逆に振るっていうのを覚えたら結構できるのではないかなと思います。で、まあまずそうだな、例えば出身地から大体聞いてくると思うんですけど、どこに住んでるんですかって聞かれて、どこどこに住んでます、逆にどこら辺に住んでるんですかとかっていう感じで聞いていく、逆にとかそういう言葉を使って聞いていくのが僕はいいんじゃないかなと思います。で、そうだな、あとはと会話の途中で、そんなに可愛いのに彼氏いないのとか、そういう話を振ってあげるといいです。あとちょっと慎重に行きたい方とかは、これ結構世の中でもそうだと思うんですけど、もし差し支えなければっていう言葉を使ったら、大体結構許されることが多いので、差し支えなければっていう言葉を使うと、より相手から好感度を持たれやすいと思うよ。で、まあこんな感じで敬語を使いながら言った方がいいと僕は思います。まあ、結構今ベラベラ過剰書きみたいな感じの読み上げてるような話し方をしてるんですけど、だいたいそんな感じです。で、まああとそうだな、最後までやる方法、僕あとカルピスあげてます。毎回結構カルピスって女性好きなんですよ。なので僕前もって1本買っといて、もしよかったら途中飲んだりしようよって感じで、カフェ的な感じ、まあカフェではないんですけど、ゆっくり話できるような環境作りっていうのも大事だと思います。まあ大体これは地域によって値段の差が出てくると思うんですけど、60分大体1万とか、僕の地域でですけど大体1万からそうだな、高くても1万5000円で1時間とか2時間とかなんで、まあ結構時間あると思うんですよ。なのでそんな喋る時間を惜しまないっていうのもまたポイントかもしれないです。むしろ僕のことを知ってもらった方、知ってもらったりとか、相手のことを理解することによってそういうことができるんだと僕は思います。なのでそういうところで時間使う方、なんて言うんでしょう、すぐなんて言うんでしょう、狼にならない、これポイントだと思いますてな感じです。てな感じで、まあ今回なんですけども、そういう話をしようかなと思いました。大体ね、結構言われるんですよ。まあ、それこそゲーム内の話にはなってくるんですけど、前のギルドとかでも、最後までできたのみたいな、追加料金払わないで、僕の中では結構当たり前になったんですよね。一回も僕その、まあ、10回ぐらいは利用したことあるんですけど、それでも全部本番できなかったことが過去になかったんで、むしろできない方が僕の中では不思議なんですけど、本当はダメなんですよ。最後までやると本当はダメなんですけど、まあ、でもできないことが僕の中では不思議だったので、今回こういう動画を出してみようかなと思いました。まあね、僕がかっこいいからできちゃうっていうのもあると思いますってな感じで、まあ、今回ね、いいなと思ってくれた方はチャンネル登録お願いします。まあグッドボタンも押してくれてもいいよ、バットボタンの数も
俺にとっちゃご褒美だから、いつでも待ってるよ。はい。You can count on